皆さんは日本の水は世界一きれいだと言われているのをご存知でしょうか。日本の水がきれいなのは水道水だけではありません。町を流れる川はもちろんですが、山の中を流れる川の中にはそのまま飲むことができるほどきれいでおいしい水が流れています。今回はそんな日本のきれいな川に驚愕したインド人男性のエピソードをご紹介しましょう。彼は日本の川のありえない光景を目にしたのだとか。一体どのような光景だったのでしょうか。では早速ご覧ください。日本人は理解不能だ。いや、僕はインド人のアラダだよ。インド料理を世界に広めたくて、友人と一緒に日本でインド料理屋を始めたんだ。日本で暮らすようになって驚いたことがたくさんある。その中でも日本の川の水が飲めるってことには本当に驚いたね。だって自然のままの水なんて泥水なのが常識だって思っていたからさ。日本でも大雨が降ると一時的に泥水になったりするけど、雨が止んで数日経つと再び透き通ったきれいな水に戻っている。僕は最初不思議でならなかったよ。でも日本の国土の7割が森林であると知って納得したんだ。空から雨が降って木々を通り土壌に染み込むと、水は落ち葉を通過していく。そして微生物が分解した土壌を通過して地下に届き、岩の間を流れるうちに水はきれいに磨かれていくんだ。さらに土壌に含まれているミネラルをたっぷり吸収して、栄養価のある水が川を流れていくってわけさ。僕はこのことを来日して初めて知った。インドとはまるで違う水事情を知って本当に驚愕したんだよ。だから今日は僕が体験した日本の素晴らしい水と日本人の理解不能な点を紹介しようと思う。僕も日本で暮らすようになって3年が経つから、だいぶ日本語にも慣れてきたよ。僕らが出しているインド料理店は中華街の近くにあるんだけど、アパートも店の近くに借りているんだ。仕事を終えて自宅に帰る途中に中村川っていう川が流れているんだけど、この川に架かっている橋ではよくカップルが立ち止まって川を眺めている。今まであまり気にしていなかったけど、ふと何が見えるのか気になって僕も覗いてみたんだ。一体川の何がそんなにみんなを引きつけているんだろうか。僕が川を覗いてみると、川を何やら白いものが埋め尽くしていたんだ。なんだあの気持ち悪いものは。もしかしてペットボトルか。いや違うぞ、あれはクラゲだ。川にクラゲがいるなんて一体どうなっているんだ。こんな珍しい現象ならみんなが覗き込むのも無理はない。僕は思わずスマホで撮影したよ。近くにいた日本人カップルに、クラゲが川にいるなんて驚きましたと、僕は流暢とは言えない日本語で話しかけた。すると、1時間前にはもっとたくさんのクラゲがいたんですよって教えてくれたんだ。どうやら時間と場所によってクラゲの数が違うらしい。僕はクラゲにも驚いたんだけど、もう一つびっくりしたことがある。それは川の水の透明度だ。なんて綺麗な川なんだ。まるで水道水が川を流れているみたいじゃないか。僕が知っているインドの川と同じ川とは到底思えなかった。だって川というのはドロドロと濁っていて、匂いだって臭いのが当たり前だろ。それなのに日本の川はどこを流れていてもとても綺麗で、匂いだって臭くない。少し田舎の方に行くと川で子供たちが泳いでいたりするんだよ。まるで日本の川は天然のプールみたいだ。でもクラゲの発生は日本でも珍しい現象みたいでニュースになっていたよ。ニュースではとても興味深い解説がされていた。専門家の話では、クラゲはとても泳ぐ力が弱く、東京湾で発生した水クラゲが満潮の時に海水と一緒に川に流れ込んできたと推測されるそうだ。干潮になると逆に海に戻っていくらしい。川と海とを水クラゲが行ったり来たりするなんて面白い現象だね。これは1週間程度続くかもしれないって解説されていた。僕はこの川を泳ぐクラゲをきっかけに日本の川に興味を持つようになったんだよ。だってインドの川とは全く違っていたんだから、
調べてみたくなるのも当然だよね。日本に来て3年が経つけど、遊びに行くのはいつもテーマパークばかりだった僕にとって、日本の自然を散策するのは新鮮な遊びだったよ。僕は店が休みの日になると、たびたび日本の美しい川や自然を堪能する遊びに出かけるようになったんだ。やっぱり日本三大清流は抑えておかなきゃね。高知県の四万十川と岐阜県の長良川、そして静岡県の柿田川だ。でも僕は調べているうちにどうしても行ってみたい川を見つけてしまった。それは四万十川と同じ高知県にある仁淀川だ。ネットの情報ではすごく綺麗でおすすめらしい。日本人が綺麗と表現するくらいだから相当綺麗なんじゃないかって思ったんだよ。だって僕は日本人が普通と感じる川でも最高に綺麗だって感動したくらいなんだから。僕はきっと外国人観光客では見つけられないような穴場の川を見つけたんじゃないかって興奮したよ。四万十川はガイドブックにも載っているだろうけど、仁淀川は日本語のサイトにしか載っていなかったんだからね。僕は日本で3年暮らすうちにある程度の日本語も読めるようになっていたから、こうして素敵な情報にたどり着いたってわけさ。でも僕の休みは長期にわたって取ることはできない。店を長く休んでしまっては仲間たちに迷惑をかけてしまうからね。さらに調べてみると、人気スポットを1日で案内してくれる貸し切り観光タクシーがあると知ったよ。僕は早速予約を入れて高知へと旅立った。まず最初に案内されたのは、高知の風物詩としても知られている沈下橋。橋の上から仁淀川を眺めると本当に綺麗で、しばらく立ち尽くしてしまった。橋の上からだから結構な距離があるにもかかわらず、川の中を気持ちよさそうに泳ぐ魚たちが綺麗に見えたんだ。こんなに透明度の高い川があるなんて信じられなかったよ。次に案内されたのは二子淵。ここは訪れた人すべてに、この青こそが仁淀ブルーと言わしめるほど本当に美しい仁淀ブルーが大人気のスポットだ。もともと地元では神聖な場所として扱われていたそうだ。水神様の化身とされる大蛇が住むという伝説があるらしい。神聖な場所だから昔の人たちはあまり近寄らず、自然が守られたのかもしれないね。今では階段が設置されていて川まで降りることができるんだけど、100段近くあるらしくて降りるだけでも疲れたよ。でも降りた甲斐があった。僕の目の前に広がった光景は神々しいとさえ思えるほどの景色だったんだからね。なんて美しいんだ。水道水なんかよりずっとずっと透明でキラキラと輝いている。まさしく神様が宿る川だ。僕は一人でいるにもかかわらず大きな声で叫んでしまったよ。本当はもっともっと感動を伝える言葉で表現したいけど、僕の語彙力では無理だ。たとえ世界中の言葉を知り尽くしていたとしても、言葉で表現するなんて無理かもしれない。それくらい透き通ったブルーの水に僕は感動で全身が震えたよ。この日ほど日本に来てよかったと感じたことはない。母国であるインドで暮らしていたら、一生この感動に出会うことなどなかったのだから。滝もあったんだけど、滝壺はそこが見えるんじゃないかっていうくらいに透明だった。時間帯によって水の色がグリーンやブルーに変化するってタクシーの運転手さんが教えてくれたよ。僕が訪れたのはちょうど正午の時間だった。この時間は最も仁淀ブルーがブルーたる時間らしい。僕はこの素晴らしい最高のブルーを堪能することができたんだよ。神秘の瞬間に立ち会えるなんて最高の体験だ。僕があまりにも感動しているものだから、タクシーの運転手さんが初めてですかって話しかけてくれた。僕が初めてだと答えると運転手さんは詳しく教えてくれたよ。仁淀川は全国一級河川水質ランキングで10年間で8回も1位を記録しているんですよ。それほどまでに安定して透明度が高い川ということが証明されたということです。だから仁淀ブルーとして親しまれているんですよ。
ネイチャーカメラマンの高橋伸幸氏がこの美しいブルーをニオドブルーと名付けてくれたんです。誰もがこのネーミングには納得でした。私も長らくタクシードライバーをしていますが、地元に素晴らしい自然が残っていることを誇らしく思っていますよ。仁淀川は水中の汚れを示す BOD、つまり生物化学的酸素要求量の年間平均値を測定した結果がすごいんです。1リットルあたり 0.5 ミリグラム以下だったんですよ。これは四国で唯一の低い値で、水質が最も良好な河川として全国でも認められています。たった18河川にしか認められていない河川の一つなんですよ。僕が運転手さんの話に夢中になっているうちに、次の目的地に到着した。安井渓谷と中津渓谷だ。県立の自然公園にも指定されている美しい渓谷で、秋になると紅葉と透き通る川のブルーのコントラストを楽しめるそうだよ。きっとブルーの川に紅葉した赤や黄色の葉がひらひらと舞い落ちて最高に美しいんだろうね。渓谷では運転手さんも一緒に散策してくれた。遊歩道を歩きながら観光ガイドをしてくれて、とても充実した時間だったよ。ところどころ足が滑りやすい場所とか注意を促してくれたり、細やかな気配りに感心してしまった。日本に来て日本人の優しさに何度も出会ってきたけど、こういう気配りは本当に素敵だよね。僕はますます日本人が好きになったよ。僕は最後に運転手さんにお礼を言うと、この旅を終えたんだ。カヌー体験などもできるみたいだから、今度は紅葉の時期に訪れたいと思っているよ。僕は東京に戻って、店の仲間に今回の旅の感想を話した。日本の川の美しさを知るたびに、母国インドの川や水がいかに嘆かわしいものか実感せざるを得なかったな。近年は特にひどくなる一方だ。インドは経済発展と同時に人口も増加している。ヒンドゥー教徒はガンジス川の水がすべての罪を洗い流すと信じているから、川で沐浴を行うんだ。ガンジス川の水は決して腐らないって信じられているんだよ。遠くから来た人はガンジス川の水をお土産に持って帰るくらいなんだ。ガンジス川が日本の川のようにきれいで美しいなら納得できるかもしれないけど、現実は全く違う。水は濁っている上に悪臭を放っていて、水質も悪いし、清らかな水とは程遠いのが現状だ。だから最近ではガンジス川の水質汚染が大きな問題となっているんだよ。汚染されたガンジス川の水を直接飲むことが尊いとされる宗教的観念があるからね。信仰心が高い人ほど健康に深刻な影響を与えてしまうなんてあってはならないことだろ。インドの下水処理能力はとても低くて、生活排水がガンジス川の汚染の大きな原因となっている。最近では工業排水も増えているから、規制や対策も進められているけど、まだまだなのが現状だ。多くの工場から垂れ流された工業排水が河川の汚染をさらに進めてしまっているからね。それなのにガンジス川はインドの人口の約 40% に水を供給する大切な役割を担っているんだよ。川の水の8割は汚染されているというのに、こんな水を使わないといけないなんて本当に困ったことだ。こんな現状を打破しようと、インドの首相であるナレンドラ・モディはガンジス川の浄化を約束している。2014年7月、国家予算として203億7000万ルピーをガンジスプロジェクトとして確保したんだ。これは日本円にすると約353億円にもなる。国のお金と人々の意識改革で、いつか再びガンジス川が清らかな聖なる川として再生される日を僕は願っているよ。ガンジスブルーなんて呼ばれるくらいの清流になってほしいね。日本に住んでいると、いつでも蛇口をひねれば清潔な水にありつけるのが当たり前になってしまう。でもこんな風に簡単に清潔で安全な水を飲むことができるのは、世界でもごくわずかな国に限られているんだよ。日本と同じように
水道水をそのまま安心して飲めるのは世界でたった9カ国しかないんだ。もちろんインドは含まれていない。インド人の僕からすると、水道水がこんなに美味しいのに日本人がペットボトルの水を買うのが本当に信じられないよ。でももしかしたら日本人にとって転機となったきっかけがあったのかもしれないな。それは2011年に起きた東日本大震災だ。放射性物質が水道水に影響を与えているんじゃないかって不安になった人も多かっただろうからね。それで安全性が確保されているペットボトル入りの水を買うようになったのかもしれないな。記録的な猛暑があって水不足が叫ばれたり給水制限があったりすると、日本人は真面目だから各家庭でペットボトル入りの水を災害用にと備蓄するようにもなったんだろうね。これが習慣化されて今ではペットボトル入りの水を飲むことが一般庶民に浸透したのかもしれない。水道水が安全で美味しいと定評のある日本だけど、水道管が古くなってきているのも事実だ。各地で給水装置の事故がニュースになるたびに、さらに水道水を飲む習慣から遠ざかっていっているかもしれない。でも日本人にはちゃんと自分たちの置かれた状況を冷静に見てほしいな。だって日本の水道水は安全に飲めるように厳しい基準をクリアしているんだからね。インド人の僕からすると、日本人がわざわざペットボトルの水を買って飲んでいるのは理解不能だよ。確かに作りたての水道水は安全でも、各家庭に運ばれるまでに問題があるかもしれない。水道管が古くなっていたり、マンションの貯水タンクが劣化していたりするからさ。安全性が確保された水道水とはいえ、不安を感じるのも無理はないかもしれないな。水道水には殺菌するための塩素が残ることもあるらしいね。その残留塩素がカルキ臭を感じさせたり、美味しくないと感じてしまったりするんだろうな。それでも日本は本当にきれいな川があり、湧き水も豊富で、水大国と言ってもいいほどに豊かな水源がたくさんあるよね。地域によっては湧き水をそのまま飲むこともできるって聞いて本当に驚いたよ。野菜を冷たい川の水にさらして冷やしたり、こだわりのそばを売ったりと、日本には美しい川、きれいな水がたくさんの豊かさをもたらしてくれている。僕はインドから日本にやってきて、同じように料理をしていてもインドで作るよりも美味しいって感じているよ。その理由は水にあるんだね。インドの川が日本の川のようにありえないほど美しくなるには、まだまだ時間がかかるかもしれない。それでも僕はいつかガンジス川が本物の聖なる川に再生してくれると信じているよ。今回のお話はいかがでしたか？このエピソードには海外からも多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介しましょう。海外の反応。日本の用水路を泳ぐ鯉の動画を見たことがあるわ。てっきり掃除が行き届いた水槽かと思ったら、用水路だって知って本当に驚いたのよ。私が住んでいるフロリダの用水路にカメラを向けたら、どんな生物が映り込むか、恐ろしくて考えたくもないわね。日本が綺麗なのは川だけじゃないよ。どんなに細い裏道でもゴミが落ちていないし、公共のトイレだって掃除が行き渡っている。これは日本人の心が綺麗だからに他ならないよ。だって僕の国じゃ絶対ありえないからさ。私も日本の友人の紹介で仁淀川でカヤック体験をしたのよ。本当に綺麗で最高だったわ。透明なボートから綺麗な水の中を眺めると、魚が水族館のように綺麗に見えるのよ。日本旅行を計画しているなら絶対に行くべきね。以上が海外の方から寄せられたコメントです。皆さんが住んでいる地域にも綺麗な川はありますか？おすすめの清流があったらコメント欄で教えてくださいね。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。